IT の社長とかさ、うん、いろんなところの会長とか、うん、貿易とか投資の人たちと恋をして落ちていくわけ、うん、えっとな、なんかすごく興ざめするのよ、それは何かって言ったら、うん、芸人好きだとか言ってたのに、結局、付き合ってるやつ、お金持ちで面白くないやつやんけと思って、じゃあ俺、あんまりさ、これ言っていいか分からんけど、うん、投資家おもんないやろ、投資家おもんないよ、うん、おもろい投資家なんか失敗するよ。<laughs> 勝手なこと言うけど思えへんおもろい投資家はすっごい損するよだから多分青汁王子とかおもろいんちゃうしゃべったらなるほど面白いね青汁王子今あのね転落して貧乏な家住んでるんで九万。家賃九万俺より低いこんな人生になると思わなかったこの家からまた出発だ今日はこういう朝飯でっつって見たら味噌汁白ご飯ここまでいいやんその上に高級ないくらがたらふく持ってたいやいやお前それ 普通の人来ねえんから <laughs> あ,あの人おもろいやんもうそこまで言ったら <laughs> ずばり言うわ、うん、柏木由紀さんがなんでみんなに愛されたかっていうとケンコバさんともずっとラジオやってらっしゃって、うん、でそこにもずっと出てるんやけど、うん、柏木由紀さんはアイドルになることが一番の夢やったわけですよ、うん、だから投資家と結婚してない、うん、ほんまに菅ちゃん、まあ、あの人も相当思ってるやろうけど、うん、好きになった面白い芸人さんと付き合うっていうの、うん、つまりそれ以外の人に関して俺思うのは、うん アイドルになるっていうのはつまりどういうことかって言ったら、まあ、みんなにケヤケキ言われる、うん、でモテるで最初は多分顔面の方行くと思うんやな、うん、顔面男前のやつがいい男前の役者とかと結婚したい、うん、付き合いたい、はいまあ、体の関係持ちたいってなると思うんけどゆくゆくに行った時に、うん、やっぱり服やらブランドものやらでマウント取らなあかんと。 でまあ、正直言ったら顔面もいじらなあかんみんないじってるからその中で勝てなあかんってなった時に金がいいねん金がってなった時に投資から付き合うねん投資家はまあ別に親父ほど年も離れてへんわっていうのでまあまあ愛せるかなぐらいのところでさ、うん、適当にまあバンバンやって金持って別れる時に慰謝料でもろとったらそれでええかなっていう、うん、そういう類の人間ばっかりやからもう,もうええでしょう <laughs> 何やねそれお前 <laughs> 地面師で <laughs> 地面師で,で返してきたんかもうええでしょうあ残念ながら地面よりも地下埋まってるから